ランダムユニコーンでなんでわざわざデルタ系列を復活させたのか?に対する反応集をお送りします。同じ可変機ならゼータの方がすでに完成度高いのに、可変に失敗したはずのデルタを可変機構を復活させてまで使う理由がわからない。ガンダムゼータ界とかじゃダメだったの?ゼータ系にはない長所があったんじゃない?それが何かはわからないけど。デルタガンダムはフレーム合成さえ足りればゼータ系よりかは可変機構がシンプルで完成度が高いから。リゼルは宇宙戦闘機だし、アンクシャは逆に大気圏内容で万能の可変機が欲しかった連邦が、ゼータプラスの後継機として欲しがった。結局ゼータ系は操作性の悪さと高コストが足引っ張ってるのよ。ゼータとは違う方面でデータ収集するためじゃないのか。ゼータは完成度が高いけどコストなどの問題があるから別のアプローチから可変モビルスーツの研究をするのは間違ってはない。可変機として失敗したと言っても変形機構そのものがダメだったわけではないし、むしろゼータの方が無理やり変形している部分もあるし。デルタは今の技術で作れるようになったから作ってみただけじゃなかったっけ?それ以上の理由があったっけ?ゼータ系は足にエンジンがあるせいでとにかくモビルスーツ形態での操作性に癖がありすぎるからでは。百式系はそこら辺が通常のモビルスーツと同様っぽいから機種転換訓練とかがゼータ系よりマシだとか。合理的理由が全く思いつかないくらいない。だから政治的な理由をつけたらいいだろうな。メタ的に話せばバンダイが百式系の金型を作って流用したかったんだろうけど、それは野暮だよね。シャアの反乱直後は久々に新型モビルスーツ開発に大きな予算がついた。とはいえ喫緊のモビルスーツを使った大型テロに対する備えとしてなので基礎設計を一から行うほどの時間的猶予は与えられなかった。そこで実現可能性がありそうな以前のプランを持ち出してきてデルタプラスのような場違いな機体が生まれる背景となった、みたいな。デルタの可変機構がうまくいかなかったのを改良したのがゼータ。そこからゼータプラスとかも開発されているのに、わざわざデルタの時点まで戻って開発をやり直す合理的な理由は見当たらないんだよね。偉い人の肝入りで始まったプロジェクトだからゼータガンダムの方が出来がいいんでこっちはもうやめましょうとは誰も言えないままずるずると続いて今に至る。的な話が現実だと割と多い。多分功績者である長野博士の勇退が決まったので表彰状代わりにかつて断念したデルタの変形を実現したとかそんな感じでは。ゼータ系列割ガビカスタムまで頑張ってもいい成果が得られなかったため系列全体がどん詰まりになっているのではと判断されて。だったらもっと元まで戻ってやり直してみようという発想だったんじゃないかなと。そこからうまくいけばそれでよし。ダメでも元まで戻ることで何か得るものがあるかもしれないし。ゼータプラスでは魅力的に見せる技量が制作サイドには備わっていなかっただけでしょ。新規のモビルスーツならば目新しさなどで気を引きつけやすいしね。もっと単純に言ったらおもちゃが売れるってことでしょうね。設定に則った考察をするならば量産されているゼータプラスが後に登場してきた時点でデルタプラスの存在意義が全くなくなってしまったので、本当に意味不明としか考えられない。原作小説でデルタプラスは試しに作るだけ作ってどっかの格納庫だかに寝かされてたのがリリに回されたみたいなことが書かれていた気がする。案外、ゼータプラスのおかげで技術的ノウハウが溜まってきたし、試しに百式の可変機プラン試してみない?という軽い出来心でやっちまった、ぐらいの感覚かもな。技術者ってのは試せるものは試したいものだし、軍人ってのは試作品でも目の前の兵器は試したいものだし、両者の出来心が結びついた結果ついうっかり戦場に投入させてしまった試作機というのは案外多いのでは。設定上じゃなく作劇上で言えば、デルタカオはガンダムタイプじゃないけど特別感あって合理的ではある。登場するガンダムタイプをユニコーンガンダムだけにしつつ、主要キャラにガンダムではないが、ガンダムと同格な機体を与えられる貴重な枠。アナハイムのチーム間の派閥の問題じゃね。ジェガンの成功でモビルスーツの新規開発が難しくなる時代だからデルタ系チームが可変機としてのデルタガンダムを一応完成させてデルタ系は成功だったと主張するためだったとか。設定的にはグリプス戦役当時にできなかったことをやってみようって作っといたやつが倉庫の肥やしになってたから引っ張ってきたんでしょ?作られたの逆者愛禅だし別にゼータより優れてるとかそういうわけじゃない。ゼータの利点が短期で大気圏突入できるってだけでコスト高いしダブルゼータへ発展させて用済み。デルタ系列の原点である百式は当時から変形機能を視野に入れていたがなんか問題があって見送り、その問題が解決されデルタ系列に。
リビが短期で大気圏突入してるからゼータの利点がなくなった。整備性もコスト安くエース用に少数量産するならデルタ系でって感じかな。百式もすごいピーキーな操作性だけどスラスター配置は普通だからゼータよりはマシな操作性で、そこでゼータよりもオールドタイプ向きだと判断されたんじゃないの ?90 年代はもう可変機は楽日の時代だしな。SFS 代わりに見ようとしたリゼルやアンクシャすらすぐに生産中止になるというのに、ほんとなんで失敗作のリメイクなんてしたんだろ。再設計するにしてもゼータベースでいいじゃんとしか思えない。ほんと謎だよね。ゼータよりも良いものを作ろうとして作ったのか比較のために古いのを作り直したのか。UC90 年だとグリプス戦役とネオジオン戦争が終わったばかりの時期で軍事予算がふんだんにあったんじゃないかな。予算ならあるし、この際作ってみようかって軽いノリで作った気がする。クワトロが乗ってたとはいえ、百式がそこそこ活躍したことも関係してそう。エウーゴと敵対した組織から見てみれば、何かものすごく強い機体みたいなイメージ持たれてそうだし。リガジのように簡約化されてるならわかるけど、デルタプラスの構造はゼータとほとんど変わらない。それなら失敗作のデルタガンダムを作り直すより、すでに実用化されているゼータプラスのデチューンの方がはるかに効率がいい。加えてどこに配置されてるかもわからないジェネレータの小型化やフライングアーマーのいらない全身耐熱処理を考えれば、どう見てもコスト削減には繋がらない代物だと思う。未完成に終わったデルタを改良して可変モビルスーツとして完成したのがゼータなんだから出来上がったデルタプラスがゼータとほぼ変わらない構造なのは当然というか、なおさら作り直す意味が見出せないんだよね。もともと可変機としてスタートして、モビルスーツとしての性能追求の結果可変機構でつまずいたのがデルタ、後に完全に可変機構を排除して完成したのが百式。ゼータ系列で可変技術のノウハウが十分蓄積したんで、それを元に設計思想を最初期のものに差し戻した実験機がデルタプラスって扱い。あわよくばゼータ系と百式のいいとこ取りを目指したんだけど、高コスト高性能で量産には不向きとおおよそのゼータ系量産試作機と同じ結果にたどり着いた上に、試作機数機を群で持て余してたのを、ロンドベルに押し付けた形。デルタ界に関しても結局は可変機における各種兵装の実験のための試作機で、サイコミュ兵装や果てはナイトロみたいなパイロットの強化人間化システム積んでるところを見れば金はかかっても高性能な可変機が欲しい一部の派閥なりがいたんだろう。わざわざ開発してみたくらいだしデルタ系がゼータ系に優位なところがあるのかなとは思ったけど特に目新しい点も特にないしな。まあだからこそ開発してそれっきりだったんだろうけど、デルタはゼータと違うアプローチでの技術再検証だったのかな。頓挫した開発計画を後の技術で再検証して新規技術への知見を得るといった感じなのかな。デルタが量産配備されていないことを見ると当時の技術課題は克服したものの、結局それに伴う複雑さや煩雑さは解消できなかったということなのだろうか。技術継承の一環とゼータ計画での可変機体のノウハウをもとに最初の可変機体であるデルタ系列を復活させたいっていう人がいたんじゃね？完成しなかったデルタを完成させたのがゼータなんだからデルタを完成させたらほぼジータと変わらん可変機構になるし実際そうなった。結局同じプロセスを繰り返しただけという。ゼータとデルタは、ゼータと百式くらいには設計が細かいところで違うからまた別物やろ。実際に出来上がったのはゼータとほぼ同じ可変機構と百式デルタガンダム系の機体構成を持つ。ゼータとそう変わり映えしないスペックを叩き出す機体だったとしても、また無駄ではないんじゃないの。ゼータって、可変機構との兼ね合いから胴体にメインジェネレーターやロケットエンジン等を配置するのを止めた結果が両足に搭載とかいう構造になってるけど、デルタプラスにはその辺の記述が見当たらないし両足もゼータと比べて搭載の結果膨らんだ部分がスカスカなんで、メインジェネレーター等は胴体側にあるんじゃない？であれば、ゼータ系の可変機構を継承しつつ MS としてより構造を洗練させた完成度の高いものに仕上がってるとは言えるのではなかろうか。